はい、坂本です。ビタミン D は脂溶性ビタミンと呼ばれていて、油に溶けやすい特徴があります。そして日光に含まれている紫外線に当たることによって、皮膚でビタミン D を合成する以外に体内で作り出すことができないため、食品などから摂取しなければいけない栄養素になります。ただここ何十年かで紫外線に当たることへの悪影響が叫ばれるようになり、昔に比べてみんな紫外線っていうのを避けるようになってしまい、その結果ビタミン D 不足であったり、ビタミン D 欠乏症って呼ばれるような人が増えてきているんですね。で、そんなビタミン D なんですけれども、このビタミン D には実は D2 から D7 まであるんですが、この中で人体にとって大切になるのは D2 と D3 なんですね。ビタミン D2 っていうのは植物由来のビタミンで、主にキノコ類などから摂取します。ビタミン D3 っていうのは動物由来になり、主に魚などに多く含まれていて、その他、さっき言った日光から摂取するのもこの D3 の方になります。で、最近の研究ではこの D2 より D3 の方がですね重要だと言われていて、 D3 は D2 の2倍の効果があるとかって言われてるんですね。なので特に優先的に摂取していきたいのはこのビタミン D3 の方になります。で、そのビタミン D が主によく含まれている食材なんですけれども、まず D2 が多く含まれている食材っていうのが、さっき言ったようにキノコ類全般になってくるんですが、その中でも特に多いのがキクラゲとシイタケなどになってきます。で、ビタミン D3 が多く含まれている食材なんですが、これはカツオ、鮭、サバ、マグロ、牛レバー、卵黄、チーズ、バターなどに多く含まれています。で、ビタミン D の1日の必要摂取量なんですが、 8.5 マイクログラム取るようにって言われているんですけれども、実は最近ではこの数値はかなり少ないんじゃないかって言われ始めてるんですね。で、最近ではですね、ビタミン D を1日100マイクログラム摂取することで、ビタミン D 不足による体の不調っていうのを改善できるって言われてるんですね。なので1日ビタミン D は100マイクログラム摂取するっていうのを基準にしてほしいんですよ。ですが、実はビタミン D っていうのは取りすぎてしまうことで体に悪影響を及ぼしてしまうリスクっていうのもあるんですね。なので闇雲に摂取しまくるっていうのではなくて、1日100マイクログラムっていうのをしっかり意識するようにしてください。最近はスマホやパソコンなどで簡単に食材のビタミン D 含有量とかチェックできるので、一度調べてみてください。で、そんなビタミン D なんですけれども、しっかり摂取することで体に起こる効果っていうのをお伝えしていきます。早速一つ目ですけれども、骨を強くするです。胃腸に流れたカルシウムはそこで体内に吸収されていくんですが、この時のカルシウムの体への吸収率っていうのは実はそこまで高くなくて、カルシウムを摂取した全体の 10% から 15% 程度って言われてるんですね。で、ビタミン D っていうのはこの時にですね、腸でカルシウムを吸収するのを手助けしてくれる役割があるんですね。ビタミン D の力を借りて腸でカルシウムも吸収することによって、 10% から 15% 程度だったカルシウムの吸収率を 30% から 40% 程度まで引き上げることができるんです。で、骨を強くしていくためにはカルシウムだけではダメで、骨の中にカルシウムを取り込む働きのあるマグネシウムっていうのも大切になってくるんですね。ですが、ビタミン D はこのマグネシウムの吸収効率っていうのも上げてくれるんです。その他骨にとって大切なミネラルとかですね、そういったものの吸収率もビタミン D っていうのは上げてくれます。こういったことからも骨を強くしていく上でビタミン D が大切だっていうことがわかると思います。さらに骨っていうのは常に分解、吸収、再生っていうのを繰り返しています。先ほど言ったカルシウムやミネラルなんていうのは吸収して骨を再生するだけでなくて、分解する時にも大切になるんですね。この骨の分解っていうのがうまくできないと、カルシウムやマグネシウム、ミネラルなどをいくら吸収しても新陳代謝自体がうまくいっていないっていうことになるので、骨っていうのは脆くなっていくんですが、ビタミン D はそういったミネラルなどの吸収効率も上げてくれることで、骨の新陳代謝にも活躍してくれるんですね。ビタミン D が少ない子供ではプル病という足の骨が変形してしまうような病気になりやすいですし、大人だと骨軟化症とか、高齢者になってくると骨粗鬆症、そういったような骨の病気っていうのを発症しやすくなります。もちろん骨の強さはビタミン D だけで決まるわけではないですが、骨にとって重要なビタミンなので意識して摂取を心がけていきましょう。次、2つ目は免疫調整機能です。ビタミン D にはいろいろな免疫のバランスを調整する機能があり、これは何のことかっていうと、自己免疫
疾患とかですね、例えばリウマチとか、ああいった免疫異常を起こすような病気に対して免疫を調整して症状を抑えてくれるような効果が期待できるんですね。あとは様々なアレルギーなど免疫が異常を起こした際にその調節をしてくれるように働きかけてくれるんですね。なのでアレルギー症状とかを抑える効果っていうのも期待できるんですね。さらにインフルエンザや風邪などのウイルスに対する免疫機能を促す役割っていうのもあるんです。なのでいわゆる感染症とか呼ばれるものにもこのビタミン D っていうのは効果を発揮するんですね。ここ最近なのではコロナとかですね、ああいうのも感染症に入ってくるのでビタミン D をしっかり摂取することによってそういったものにもかかりづらくなるというわけです。次、3つ目は血圧を調節してくれるです。日本中の高血圧って診断されている人の中で原因がこれだってわかる人っていうのは実は約1割程度しかいないと言われています。じゃあ残りの9割はどうなっているのかっていうと原因不明となってしまうわけなんですね。このように原因不明の高血圧のことを本体性高血圧と呼んだりします。で、この本体性高血圧とビタミン D の関係性が今注目されてるんですね。血圧を調節するのは主に腎臓のアンジオテンシン2って呼ばれる物質なんですが、このアンジオテンシン2が増えていくことで血圧っていうのは上昇していくんですね。で、このアンジオテンシン2はアンジオテンシノーゲンとレニンっていう物質が働いてアンジオテンシン2が作られていくわけなんですが、ビタミン D はそのレニンの量を減らす働きがあるんですね。このレニンが減ることによってアンジオテンシン2の数も減っていくので、その結果血圧上昇が抑えられるというわけなんです。そしてさらにビタミン D は血管内の一酸化窒素の量っていうのを増やしてくれます。血管内の一酸化窒素っていうのは血管を緩める働きがあり、この一酸化窒素の量が増えていくことによって血管の締め付けがですねなくなっていき、その結果血圧っていうのが下がりやすくなります。ビタミン D にはこういった2つの効果があるわけなんですね。なのでビタミン D は血圧と密接に関係しているっていうことを覚えておきましょう。で、次4つ目は筋肉の減少を抑えてくれるです。高齢になってくると若い時に比べてどうしても筋力っていうのは低下していくものなのですが、筋力不足っていうのは運動してないからだけではなく、実はビタミン D の摂取不足でも筋肉っていうのは減っていくんですね。全ての筋肉にはビタミン D 受容体っていうものがあり、このビタミン D 受容体にビタミン D がくっつくことによって筋肉の元になるタンパク質の合成を促してくれるわけなんですね。特に年をとって食が細くなってしまうと体が慢性的にエネルギー不足になっていきます。ってなると体はどこかからエネルギーっていうのを補給しなければいけなくなってくるんですけれども、その時に脂肪も分解されるんですけれども、筋肉っていうのも分解されてしまって体のエネルギーに変換されてしまうんですね。そういった状態になって筋肉が分解されるスピードと、先ほどのようにビタミン D とかでタンパク質で筋肉を合成していくスピードで分解のスピードの方が上回ってしまうと、どんどん筋肉は減っていってしまうので、筋肉の合成を促すビタミン D っていうのは筋力維持に非常に大切になってきます。それ以外にも加齢や運動不足などで単純に衰えてしまった筋肉に対してもビタミン D を摂取することでタンパク質の合成は高まると言われています。なので筋肉全般にビタミン D は必要不可欠だということですね。もちろんタンパク質などその他栄養素も筋肉にとって大切な栄養素になり必要なので、そういったのも含めてしっかり摂取することを心がけていきましょう。次、5つ目は正常な細胞を増殖させるです。ビタミン D の働きの中に正常な細胞を増殖させるのを促す働きっていうのがあるんですね。さらにこのビタミン D 受容体っていうのはがん細胞とかにくっつくことで、今度はこのがん細胞の増殖っていうのを抑える働きっていうのをしてくれるわけなんですよ。またこのがん細胞に対する栄養補給路を遮断してくれたり、このがん細胞がですね新しい血管を作ろうとするのを抑えてくれる働きっていうのもあります。日本人のがんの部位で一番多い大腸がんなどの原因の一つに肝臓で合成されるターン13って呼ばれるものがあります。
ります。この胆汁酸は大腸がん増殖を促す作用があるんですね。ですがカルシウムはこの胆汁酸と結合することによって大腸がんの増殖を抑えてくれる働きがあるわけなんですよ。なのでそのカルシウムの吸収効率を上げてくれるビタミン D は大腸がんやその他のがんの発症するリスクを下げる効果が期待できるというわけなんですね。つまりビタミン D は E 細胞は増殖させてくれて悪い細胞の増殖は抑えてくれる働きがあるということです。はい、これ以外にもビタミン D が体に及ぼす機能はまだありますが、代表的なものを今回は挙げさせてもらいました。なかなか日光を浴びてまでビタミン D を摂取するっていうのには抵抗があるっていう人も多いと思いますが、そういった場合は意識的に食事からビタミン D を摂取していくようにしましょう。それでもそこまでビタミン D だけを意識した食事を続けていけないっていうケースもあると思います。そんな時はビタミン D のサプリなんかも売っていたりするので、うまく活用してビタミン D が不足しない体を目指していきましょう。今回の動画を参考にしてこれからの健康な体作りに役立っていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。